テレ朝、弘中綾香アナ、いや本当待ち遠しかったですね。産休後初のテレビ出演を告知。昨年9月から産休に入っていたテレビ朝日、弘中綾香アナウンサー、33、が29日、インスタグラムを更新。出産後初となるテレビ出演を告知し、オフショットを公開した。弘中アナは明日火曜夜7時からは、一泊家族、ワンパク2時間スペシャルです。世界遺産に住むファミリーに密着しています。白川郷や厳島神社、屋久島など、日本の遺産に住む家族の暮らしはどんなものか、絶景もたくさん出てきますよと告知。続けて、そして、このオンエアが復帰一発目になりますと、出産後、初のテレビ出演になることを報告した。そして、いや本当待ち遠しかったですね。自分自身が働くことに対して復職してから、明らかに自分が本来の自分を取り戻しているのを感じています。笑い元気になりましたと思いを綴った。そして、皆様に助けていただきながらですが、やれることを少しずつ始めていきたいです。と意気込みを記し、明日夜7時を楽しみに、と、再び告知し、千鳥ノブ、44、長嶋一茂、58、見取り図坂里山慎太郎、38、リリー、39、河北麻友子、32、との集合ショットなどを披露した。